小中一貫校は小中一貫教育を施す学校である。小学校と中学校の教育を統合した公立の小中一貫校が各地で徐々に開校してきている。中高一貫校と異なり、設置者が同じ市町村であることが多いため新設あるいは既存の小中学校を改編する形で設置しやすい。義務教育学校とは、 学校教育法の改正により2016年に新設された制度。小学校課程から中学校課程まで義務教育を一貫して一つの学校で行う。国公私立いずれも設置が可能。同じ設置者が小学校と中学校を併設し、接続して小中一貫教育を行うもの。特徴は他の小学校からもその中学校に進学できることである。 中学校では内部進学生と外部進学生が切磋琢磨して学校生活を送る。基本的に併設されている小学校の児童はそのまま中学校に進学するが国立中学校や私立中学校、都道府県立中学校、中等教育学校を受験する道は閉ざされていない。主に地域の結びつきの強い中学校とその地域の 小学校が連携して取り組む事例が多い。小学校の教師が中学校の授業を受け持ったり、中学校の教師が小学校の授業に参加し、小学校の教育内容の理解を深めたりする。また、小中学校が合同で行事を行ったりすることで、児童生徒同士が交流を深めている。ただし、国立中学校や私立中学校、 都道府県立中学校などに進学する者や連携、小学校以外からも児童が入学してくるため、他のタイプに比べて大幅なカリキュラムの変更ができないという欠点がある。北海道、福井県、山梨県、岐阜県、京都府、岡山県、広島県、島根県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、 千葉県、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県か措置の監修的な小中一貫校は除外した。 北海道、宮城県、福島県、茨城県、東京都、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、和歌山県、岡山県、福岡県、長崎県、沖縄県。ありがとうございます。